ザミュート・ゴツは、ニック・ベックス、マルコ・ミンネマン、ロジャー・キングが集結した、イングランドのプログレッシブ・ロック・スーパーグループである。ベックスは、スティーブ・ハケットのバンドメンバーとして、一緒に働いていたキングに、2014年にコラボレーションできるかアプローチした。そして、ベックスが、スティーブ・ン・ウィルソン・バンドに加わって、ミンネマンとツアーした後、ドラマーとして、白羽の矢を立てた。 デビューアルバム、Do Not Sing Till You Hear From Me は2016年1月22日にリリースされた。ベックスは2014年にツアーでアルバムに収録された曲の大半を書いており、それらを自分たち自身や自分たちの子供たちのために作成したディストピアに対するかなり不満な暴言と説明している。ミンネマンに加えて、このアルバムにはニック・ディバージリオや ゲイリー・オ・トゥールなどのゲストドラマーが参加している。2015年11月、バンドは、アルバムのタイトルトラック用に2本のビデオをリリース、したが、そのうちの1つは360度ビデオになっている。ニック・ベックスによると、ドゥ・ナッシング・ u ル・ユーヒア・フロム・ミーという曲は、不思議な状況下で死ぬ前に、UFO に関するいくつかの主張した、地質学者、フィル・シュナイダーや、 軍産複合体の潜在的な上昇に関するドワイト・ディ・アイゼンハワーの警告に触発されたという。バンドは2016年9月1日にシェイクスピアーズグローブアンダーグローブで開催された2016プログレッシブ・ミュージック・アワーズでバンガード賞を受賞した。ベックスは2016年にセカンドアルバムが2017年初頭にリリースされる予定であり、このアルバムは 尻尾が車のドアに引っかかったガラガラ蛇のような怒りに満ちている。と述べた。アルバム、寒フ動物は地球を受け継ぐだろうは、2016年12月5日に、2017年2月27日にリリースされると発表された。アルバムからの最初のシングル、We Can't Carry On は、2017年1月13日にリリースされた。アルバムは、 タイトルトラックのビデオとともに2017年2月24日にようやくリリースされた。ベックスは彼らのサードアルバムは2019年3月22日にリリースされ、ラッシュのアレックス・ライフソンによるゲスト参加をフィーチャーすると発表した。アルバムについて彼はこのアルバムは今までよりもっとメロディックでもう少しポップなエッジがあるかもしれないと言った。彼はまた 次の作品の計画がないことを示唆した。ありがとうございます。